せいたしました。三段空母時代の赤城の最高賞とモデリングのリニューアルが完了いたしましたので、今回は赤城の竣工時から最終時までの姿をざっくりと当時の加賀と比較していきながらご紹介いたします。メカニズムなどについては別動画で特集する予定なのでお待ちください。赤城は昭和2年1927年3月25日に竣工した大型航空母艦ですが、竣工時は加賀と同様に多段式の飛行甲板を備えていました。基本的な運用思想は加賀と同様ですので、今回の動画では割愛いたしますが、対巡洋艦用に備えられた手法や降格砲の配置など加賀と共通点が多いのが分かります。三段空母時代の赤城は黒煙を吹き上げて航行している写真が残されていますが、これは加賀とは違い、機関に重油と石炭による混焼管が含まれていたことが影響しています。現在ご覧いただいている三段空母時代の赤城は厳密に言えば中期型で、中期型は密閉型の格納庫を備え、右舷の降格砲にもシールドが備えられています。また1934年以降になると右舷方向に仮設艦橋が設置されるようになります。これは航空隊を指揮するための仮設艦橋ですが、この仮設艦橋はもともと加賀に搭載されていたもので、大改装に入る前に赤城に移設されたものになります。改装は加賀の方が優先されたため、赤城はしばらくの期間この中期型の姿で運用され続けることになります。次の動画は初期型と中期型の赤城の比較ですが、初期型の方はよく見ると船体と飛行甲板の間に空間があり、格納庫が開放式になっているのが分かります。初期型赤城の開放式格納庫は当時の写真でもかなりスカスカの様子が見て取れますね。ただこの開放式格納庫時代の赤城はまだ空母としては完成しているとは言い難かったようで、竣工から比較的すぐの1929年初め頃には格納庫は密閉式に改められております。開放式の格納庫は気象条件が厳しい日本近海では運用に難があり、以降の日本の空母は密閉式格納庫が採用されることになりました。また竣工時の赤城は現在の空母まで受け継がれる横索式の制動装置ではなく、縦索式制動装置が搭載されていました。この制動装置はイギリス海軍に習ったものですが、使い勝手は最悪で、海軍はフランスのシュナイダー社で開発された後の横索式の始祖とも言うべき U 式着艦制動装置を購入、1931年5月にまず赤城に装備してテストを実施することになりました。同年末以降は他の空母も含めてこれを油圧制動式に改良した茅場製作所製造の横索式制動装置を搭載し、さらに大改装後の赤城には海軍自らが開発した呉式制動装置が導入されたことで、着艦制動装置に関する不満はなくなったとされています。三段空母時代の赤城と加賀も飛行甲板の運用方法については差はありませんでしたが、真横から両艦を眺めると赤城の方が上部飛行甲板の甲板後ろ側の広い範囲が垂れ下がって傾斜する形で造形され、上部飛行甲板の前方もわずかですが傾斜するように設計されています。この形状は赤城が縦索式制動装置を運用することに特化させた設計の名残です。反対に加賀の飛行甲板は赤城に比べるとほぼ水平かやや完備方向に高さがあり、赤城とは逆の設計になっています。2隻によって仕様が異なるのは以後の空母の偽装研究のための比較を検証したものだと考えられ、この特徴は大改装後の両艦にも残されることになりました。しかし赤城も加賀も肝心の航空機の搭載能力は船の合体の割には少なく、両艦ともに保養含めて最大60機の搭載機数にとどまってしまいます。しかも予算不足で航空機整備の備品が常に不足しており、昭和初期の段階での実際の搭載機数はわずか36機前後でした。これは小型空母流上とそう大差がない水準です。このため両艦ともに航空機運用能力を向上させる大改装が求められましたが、艦としても大きな問題を抱えていた加賀の方が優先して改装することが決まり、加賀は1934年から1935年の1年間にわたり大規模な改装工事を受けることになります。このため赤城の実質的な工事開始は1936年にまでずれ込むと、予算不足から1938年6月まで工事は遅延してしまいます。しかも赤城は予算不足のために三段空母時代の飛行甲板の上に新たな飛行甲板を増設することになるなど、随所に工事の徹底不足が見られ、艦としてはいかがなものかという仕様になってしまいましたが、一応は一線級の性能を持つ近代的な空母へと生まれ変わりました。こちらは左舷からの様子ですが、
主砲が撤去され、巨大な格納庫が増設されているのがわかりますが、降格砲は旧式のままであり、完備方向の設備には大きな違いはないようです。こちらは右舷からの様子ですが、煙突が重油洗練管となり、巨大な下向き湾曲煙突が拡大、設置されています。極めて複雑な環様を持つ赤城の様子が見て取れます。大改装後の赤城と加賀では、赤城が31ノット、加賀が28ノットと、速力ではやや赤城が優れていたものの、昭和戦前期での運用上はどちらも巡洋艦からの追撃を受ける危険性がある、低速な空母に分類されていたようです。しかし、空母が集中運用されるようになると、速力に起因する問題は重視されなくなり、赤城と加賀は機動部隊の中核として、最も重要な位置を占める2隻になっていきました。また戦艦の船体だった加賀は、荒天によって他の空母が激しく動揺する中、わずか3度の傾斜にとどまったことで知られており、赤城も加賀には及ばないものの、日本空母では高い安定性を誇っていたと考えられます。これは着艦や発艦のやりやすさにおいてかなり有利に働きました。ちなみに、昭和初期の搭乗員にとって着艦しやすかった空母は小型空母の砲床という意見も多く、これは砲床は最新のジャイロスタビライザーが搭載されており、船の動揺が少なかったこと。また還元、つまり船の背の高さが海面から13メートルと適切であったことなどが挙げられるようです。赤城や加賀は空母としては非常に背が高く、砲床で訓練を積んだ乗員からしてみれば、やりづらさを感じたのではないかと考えられます。改装後の赤城と加賀の格納庫の面積は、赤城8640平方メートル、加賀が1万60平方メートルとなりましたが、この格納庫の大きさは、両艦ともに昇格型よりもやや広く、世界最大規模のものでした。ライバルの米空母レキシントンの格納庫の広さは2480平方メートルで、このことからも赤城や加賀の格納庫が非常に広大であることがわかります。搭載機数については赤城と加賀、レキシントン級の3艦の単純比較は難しいものの、赤城が常用66機に保有含めて91機、加賀が常用72機、あるいは81機、保有含めて90機、あるいは102機を見込んでおり、レキシントンが常用70機から80機、保有含めるて100機程度となっています。アメリカの空母が格納庫の面積の割に搭載機数が多い理由は、米空母は露天軽視を重視していたことが大きく、また艦載機を日本機よりも折りたたむ機構に優れ、天井に吊るすなど運用に工夫があったためとも言われています。また、戦前から開戦時にかけての赤城と加賀の搭載機数は、格納庫の面積から割り出された数値ではなく、戦闘機体といった、隊ごとに配備された結果の数値で、格納庫の広さが全て搭載数に直結しているわけではありませんのでご注意ください。それでは最後に大改装後の赤城の環境の変化について注目していきましょう。この写真は改装後の1938年秋頃の写真になりますが、よく見ると環境の改装が多いように見えます。これは実際に改装が増やされたわけではなく、天幕が取り付けられている状態と推定されます。天幕が付けられている赤城は珍しく、写真は大改装後、直後の期間のものしか残されておりません。次の写真は開戦後からしばらく経った1942年初頭、南方作戦時の頃の赤城の環境の様子です。この写真は戦意高揚を目的とした日本ニュース99号に登場する赤城の 2kW 信号塔付近だと考えられますが、動画に箱状のものが映っているのがわかります。この箱状の構造物は木造で、速去儀や何らかのパーツを収納していた可能性がありますが、詳しくはわかっていません。また同時期に環境後部に信号塔のようなものも増設されており、こちらも開戦時との相違点になっております。さらに時期が進み、ミッドウェー海戦よりも前の日本ニュース第111号でも同様に赤城の環境が登場しますが、赤城の環境の印象がかなり異なっているのがわかります。この映像では赤城の環境で特徴的な構造物だった湾曲した後部鉄塔と 2kW 信号塔が撤去されているように見えます。また赤城の環境右側から見えるもう一つの 2kW 信号塔の設置位置も変更されており、開戦時の環境とは異なる配置であることは確かなようです。さらに写真では開戦時の赤城の環境と比較すると、防空指揮所そのものが後方に拡大している可能性があります。以上を踏まえて開戦時の赤城とミッドウェー海戦より前の赤城の環境の様子を比較していきます。
湾曲した鉄塔は何らかの破損を受けて一時的に撤去されていた可能性もありえますが、最終時の赤城の環境の様子は定説とはかなり異なっていたのかもしれません。これら赤城の環境の検証については感染模型スペシャル77号78号の記事のキャド作例を参考にさせていただきました。興味がございます方はより詳しく検証されている該当書籍を参照していただければ幸いです。以上が三段空母時代から大改装後の赤城の寛容と変化と赤城と加賀を比較した動画になります。赤城の内部構造やメカニズム的な部分に迫る動画は別の機会に制作いたします。赤城を合体させてみました。あんなに変わらない。鏡餅かな。よろしければチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。